よし、どうもクリンです。本日もスーパーマリオメーカー2世界のコース遊んでいきましょう。最初のコース、マリオ×インベーダーやっていきましょう。パックンフラワーを30体以上倒してからゴール。皆さんインベーダー知って逆向きなんですか？インベーダー知ってますか？上から降ってくる敵を倒すっていうやつなんですけど、これどうやって再現するんやろ。マリオの残機は3つ。なるほど、 OK。 ちなみにランクも D から S でなんか分けてくれるらしい。この氷が残り時間と。了解、行きましょう。わお、なるほどなるほど。あ、このつらら落とすんや。つらめっちゃ一気に倒されるんやけど、このビームめっちゃ強い。 OK、 これですごい。あ、上に UFO がいたんや。なるほどね。これ OK、 俺も鍵持ってる。これあれ、鍵持ってない。あ、左の時計や。これが上に来ると鍵がもらえると。オッケーオッケー。さあ、第2ステージ。お、これは3つ落とせば。いや、違うな。リフトが邪魔をするから、次、右の方。こう。いけ。よいしょ。ほんで、最後。逆側。あ、食らっちまった。マジか。いけ。間に合わねえ。急げ、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 急げ。ダークソー。無理か。これ S いけるかな。むずいな。オッケー。これは、パウを当てろと。いや、まずブロックを壊してから、よいしょ、パウを当てなければならない。よいしょ。まあ、パウイコール UFO みたいな感じかな。いけ！あと一個！あと一個！あとこっちだけや！とりあえずこっちの右とかで、ブロックを壊しておいて、やべえ！間に合わねえ！むずー。さあ次。ラスト。OK です。ボス、あ、でインベーダーってボスっておったっけ。あんま記憶ないな。タイムは無限。了解しました。倒すまで続くと。あ、すげえ、めっちゃ銃撃ってくるんやけど。オンオフでこう切り替えていって。危な、最後に真ん中で倒す的なことかな。 OKOK、 こうしてこうして、ほい、パックン、いけ、ナイスー。これでクリアかな。ランクはどうだ。ウィン、やったぜ。25匹しか倒してないんやけど。あ、俺 S？ ほんまに？え、違う違う、なんで、なんでこっち来たん。違うやん、違うやん。こっち来たらあかんやん。A。あ、違うわ。これ今生産中やわ。これ左上のパックンの数が30になるまで、こう叩いていけって言うてんねや。あ、俺 B ランクってことか。じゃあこれでゴール条件達成したから。なるほどね。あ、面白い。次、バウザーズトロールキャッスル行きましょう。これトロールなんですけどね、なんとクリア率が 5% 近くあるんですよ。それ珍しくない？ほとんど死なへんってことやからね。さあ行きますか。あ、フラワーがある。取っていい。あらららららら、ら、あ、なんか出た。ん？結構死ぬのではこの調子ですと結構死にますよ。スッと行く。オッケー。フラワーは多分取れないね。で、上か右か。まあ、上は多分違うだろう。よし。行こう。お、ええー、上行かへんの？ほ、なら上か？まさかのこっちが正解か？違うね。おかしいですよ。30秒でもう3回死にましたけど。5% とは一体？あ、これでいけるのか。あ、なるほど、届くのな。よしよしよし。さあ次、急いだ方が。もうお前 5% って絶対嘘やん。これ嘘ついたあきませんわ、そらねえ。よいしょ、押しちゃって、ぐーっととりあえず右まで行っちゃおうぜ。ほーら、こっちが正解だ。なるほどね、分かったぜ。クリア率が高い原因はそれだ。とりあえず急げばいいんだ。これ急いで、あ、こういうのはね、真ん中だね。分かっちゃう、こういうの。はい、余裕。いや、ほんまに正解？はっ！あぶねえ。あぶねえ。え？やった、取った。やったぜ。よいしょ。さっきの左やったら危なかったんかな？デカマリオですけどいいんですか？あ、ちっちゃくなれる。やったねー。さあ次。来いや。これ乗っといた方がいいんじゃない？どっかで消えるね、君。もう行くんじゃない？
え、違うんですか、上上か、なんてこったい。あ、入れへん。いけるんじゃないこれ。うわ、この曲出たらあれやん。あれ、しゃがまなあかんのか。うわ、俺の B 連打を舐めるな。ずー、ありしかねえ。いや、これはまんまと騙されたね。上に行くとは思わなかったよ。よし、こっちが正解だ。赤の土管、ドワーオ、なんか出た。え、取っちゃダメなんじゃね。いや、取っていいのか、取っていいのか。なぜそんなにすぐ出るんだ。まあいいか。ほっ、ここ危ねえ。下は絶対アウトだろこれ、わかるぜ。さあ来いや。お、リンクじゃなくなっちまった。あそこにつららがある。上から水が落ちてる。なんだ、ほう、鍵か、オレンジ、3択ぐらいあるな。オレンジ行くか。あ、入れねえ。じゃあこっちの土管行くか。おい、あ、なんか出た。今なんか出ました。そら、ナイス、取ったったぜ。次なんだ。あ、これあれじゃね、この下にさ、ハテナブロックあるんじゃない。そうよね。え、そして始まる禁断の恋。分かってたんだけどね。いけないね。よし、これは取らなくていいでしょう。取らないよ僕は。はい、いや、これ叩いてダッシュで入ろうぜ。はい、はい、外れ。知ってた。イエス、ラン、オッケー、走るぜ。トウトウ、危ない、トウ、うわ、危ない、上だな。危ねえ、入っちまうとこだった。いや、順調ですね。さあ、どこに行くのかな？これもうゴールまで連れてってちょうだい！ん？はい。おー、危ない。ナイス？ナイス切り返し。おー、どこまで行くのかな？おい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 、なんで帰ってくる？嫌だ嫌だ、連れてかないでくれ！え？ゴールした。マジか、そんなとこにゴールあったんか。いや、面白いな。次、コンベアクイズ。先にコンベアから落下するのはどっち？行きましょう。またなんか新しい感じのクイズ来ましたね。よいしょ、スタート。 OK です。第1問、クリボーかガボンさん。これはね、クリボーが歩くから、まあ、歩く向き次第ってことなんやけど、右向いてるからあれかな、ガボンが先落ちるのかな。うん、クリボーはベルトコンベア抗いそうですね。はい、おい、さっきと話が違うやんけ、クリボー。第2問、ででん、サンボ VS ドンケツ。これはドンケツがさっき落ちるでしょ。先に落ちるのを予想するからこっちかな。サンボって結構粘り強い気がする。どうだろう。はい、んー、ちょっとサンボの方が早いな。全然粘り強くなかったわ、ごめん。第3問、木箱 VS 竜巻。木箱はまあ無機物やし、こいつな一緒や、わからん。木箱が先に落ちる。どう、これで。はい、はいや、お前。めっちゃむずいこれ。あれか、軽いからってこと、重さが関係してんのかな。でも落ちるときちょっと遅かったよね。それ軽いから浮くってことなんかな。へえ、意外と細かいですね、マリオも。サンクス、面白かった。次、フラッピーマリオ、行きましょう。みんなフラッピーって知ってる？なんかそういうアプリゲームがあるんですけど、なんかよくはスマホゲームでよくある感じで、この土管をこうやって、くぐり抜けていく、ゲームです。だから、触れたら負け。よしよしよし、いいよいいよいいよ。こういうゲームでさ、意外となんか、ハマっちゃって長くやり続けちゃうみたいなさ、そういうのあるよね。よいしょ、まだそんなに高低差はないから楽ちんかな。だいたい30秒ぐらいだったんで、危ない。よいしょ、あ、危ない、よいしょ、よいしょ、そこで止まるのやめろよ。足ついてまうやんけ。ゴール。もし今日のコース面白いなって思ってくれた方は、高評価評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。